こうガニ股というか肩甲骨めっちゃ股ですね外側にこう向いちゃってるんで、ふっちょ向いててやっぱ丸まってて、自分のところが結構硬くなって。こんにちは、鈴木和人です。今回は肩周りが硬い方へのアプローチについてお伝えします。肩の動きが硬い方は骨盤が後傾してしまいます。そうするとどうしてもこう猫背みたいな形になってしまって、それでこの肩の動きですねに制限がかかってしまいます。もちろん肩周りを施術することも重要なんですけど、今回は、下肢ですね、足の方を重点的に、見ていって骨盤の状態を良くして、それから肩の動きを良くするという施術を行いました。前屈であるはこの辺ですね。これ硬いです。肩甲骨が硬い。これ痛いです。これです。これです。こういう。あ、こっちも痛い。そうかね。こっちも痛い。逆側っていう感じですか。ああ、なるほど。こういう感じです。はい。肩甲骨めっちゃ硬いですね。で、あと外側のこう重心になってる、ちょっとこう。はい。こうガニ股というか外側にこう向いちゃってるんで、こっちが向いててやっぱ丸まってて、はい、胸の骨が結構硬くなってる。ここリリースしていくとつきやすくなるかなと思います。怪我とかありますか。僕あの分離症がいい。分離症ありますね、はい、あれですね、腰ですね。そうです、腰。ちょっとこの太ももの骨のねじれっていうんですけど、あ、これ痛いですか。いや、まだ痛いです。骨盤がこう外側にねじれてくるから、ね、まあ、足の骨もちょっと外側にガニ股っぽくなってるんで、それでちょっと肩の動き悪くなってしまう。ふくらはぎつるときって結構ここのアキレス腱の硬さですけど、ここが結構硬くなってると、結構つってしまうんで、ふくらはぎ揉むのもいいんですけど、ここのアキレス腱を少しこういう動かしてあげるよね。うん、結構こっちって軽くこうやって動くと思うんですけど、こういう感じで、こっちは結構重いですよね。まあ自分があれなんですけど、なんか感覚違うと思うんですよ、これが。この目大丈夫ですか。ちょい痛くないですね。はい。うん、これ痛いと思うんですけど大丈夫です。大あ、これ痛いと思うんですけど大丈夫です。でもう一回ちょっと手つけてみましょう。おお、さっきよりも手をつけました。はい。ああ大丈夫です。関係戻してくださいこう。肩甲骨で出てなかったんで、今だいぶ触れるようになったんです。もうちょっとガニ股になるからこういうやつなりやすいので、ね、そうすると、どうしてもこう胸ってこう丸まりやすくなって、この状態って手つかないんですよ。丸まった状態。このなんかよく硬さがあるんで、ここをよくリリースしてあげるといいですね。これ。そうすると胸が張れるようになってくると、内側に入ってきやすい。足が逆に言えば、まあ、この胸張ってくると前屈、内もあのガニ股が治ってくるんで、うん、より前屈しやすいです。あ、そうそう、つくようになりますね。はい、特にパソコンとかやってるとどうしてもここ詰まってくるんで、拳でグリグリやってる、はい、そうそう、で、まあ、呼吸がしづらくなってると多分丸まってきてるので、丸まった状態でこう体開いてくれるんですよ。この状態でこれって結構いかないんですよ。開いてくれるんですよ。はい、いかがだったでしょうか。塊が
硬い人は、まあ、骨盤を見るっていうのは今回行ったんですけど、逆に骨盤周り、まあ、下肢であったりとか大腿部が硬い方は肩甲骨の状態が浮いてたりとか、まあ、うまくこう肩が動かないっていう方もいますので、骨盤であれば肩周りや、肩甲骨周り、肩甲骨周りが硬い方は、骨盤や下肢を見ていただくといいかと思いますので、もしこのような方が来た場合は、もちろんこういうふうに体はなってますよっていうことを説明して、足の方から見ていただくっていうのもいいかなと思いますので、ぜひ印象にプラスしてみてください。動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。